ちは、木下コメルです。はい、これ見てください。私がメルの毛で作ったコメルです。ネコモフェルトです。お前は誰だ。僕はコメルだよ。君の木から生まれたんだ。気持ち悪い。今日はね、じゃん、材料です。ご飯、卵、生クリーム、粉チーズ、ベーコン、パセリです。ご飯はバターとコンソメ、ニンニクを入れて炊いています。じゃあベーコンはね、細切りにします。はい、カルボナーラソースを作ります。わお。卵を割って、でちょっと混ぜます。ここに生クリームを入れます。ドボドボドドボドボドドボ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 ドで、ここに粉チーズも加えます。で、そしてお塩を少々加えます。まあ1人前で少々なので、私は10人前なので、まあ少々で混ぜます。もうちょっと生クリーム加えた方がいいかなって気がするので加えます。うん、いい感じです。塩はチーズの味もあるので、まあそれも考えて調節した方がいいですね。で、バターを入れます。バターを溶かしてベーコンを加えます。で、炊いておいたバターライスを器に盛ります。おー、美味しそう。ちょっと溢れそうなんで器変えました。で、ここにカルボナーラソースを入れます。プリン液みたい。おー、で、先ほど炒めたこの美味しそうなベーコンはこの辺に散らします。ベーコンのお花畑です。そして卵黄をのせます。はい、じゃあ最後の1個のせます。だーん、すごい。で、仕上げに胡椒をのせます。じゃん、完成です。めっちゃすごいですね。こんなにいっぱいの卵見たことないですね。鳥の命はこんなにもいっぱい罪深いですね。なんてこと言うんですか、メルちゃん。私が悪い人みたいじゃないですか。そうだよ、お前は悪い人だよ。メルちゃん、そんなこと言わないで。いただきます。すごい卵の数ですね。これはなんか綺麗に飾りつけたから崩すのがもったいないですね。あー、おいしい。なんか卵かけご飯とカルボナーラが混ざったって感じ。わお、卵の黄身が濃厚です。見てください、これ。卵っておいしいですよね。卵大好き。さっき私が見せたメルモフェルトがあるじゃないですか。マジ呪われそうな感じがする。これはやっぱりですね、プイプイモルカーの影響ですね。あれを見たら私もモルカー作りたいと思って生まれたのがこのコメルです。今日のこの服もモルモットなんですよ。プイ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 。ロンがバカにした顔で見てます。モルモットプイプイ
プユとか可愛いですね。あんな鳴き声って知らなかった。うん、メレンゲ菓子ってね、なんかサクサクで甘くてめっちゃ美味しいのにカロリーめっちゃ少ないんですよ。ダイエット中の人にもぜひ作ってほしいですね。はい、で今日のねドリンクはねこちらです。カルピスソーダ至福の時間レモン、レモンピールエキス入りです。はあ、美味しい。うん、カルピスがねちょっとレモンの風味がしてさっぱり、パリサパリサーです。はあ、効能濃厚です。うん、なんか高級な親子丼みたいな見た目ですね。トロンって生の黄身が乗ってるじゃないですか。そんな感じ。だって生クリームも使われとるけど超濃厚ですよね。しかし早くあったかくならないですかね。まだまだ冬本番って感じですね。もうここ何日間も家を出てないです私は。ひきニートですね。ニートじゃない。でもこんな引きこもりでも生活をできるように導いてくださった神様に感謝ですね。アーメン。でももう一頭飼いたい。なんかうちのね子たちに新しい仲間を増やしてあげたいと思うんですよね。すぐこのコメルがね加わりましたけどね。コメル、これなんかでも命宿りそうですよね。うん、なんか夜中歩いてそう。何回捨ててもうちにいそう。戻ってくる呪いの人形。まあ、だって人間で言ったら人間の髪の毛で人形を作るみたいなことですもんね。怖い、めちゃめちゃ怖い。メルたちにしたらちょっとそんな感じやからあんなに戦ってたのか。ペイペイってやってましたからね。スーミーもめっちゃペイペイってやってました。あとなんか昨日私動物奇想天外のチャンネル見つけたんですよ。めっちゃ懐かしかった。そのチャンネルのエンディングテーマがてて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 てみたいな歌で、それもめっちゃ懐かしかった。マジ小学生の頃超楽しみにしとったもん。毎週外国とかでロケして大変だったでしょうね、あの動物奇想天外は。で昨日軍隊アリのなんか動画見て超怖かった。あーマジでアリの絨毯になるぐらいアリがおって、その軍隊アリが通ったところには何も生き物が残らないみたいなナレーションがあって、めっちゃ怖い、ええやんって思った。でもすごいですね、女王アリのためにそんなに一生懸命生きて。でもみんな女王アリの子供なんやもんね。お母さんのために僕頑張るよって言ってアリも頑張ってるんですね。みんなも頑張れよ。いや私が一番頑張らないと。怠け者ですからね私はね。隙があったらすぐ寝ようとしますからね。布団の中しったいて。気持ちいいじゃん。だって家なんだもん、いつも家にいるから。もう布団がさ近くにあるからさ布団に入っちゃうよ。お外だったら私だって入らんかもしれんけど。ドンってでも絶対1日1回私のお布団に入ってくんですよ。私はこうやってスマホ見よったらこうやってふーってきて頭ちょいちょいってやって布団開けてってして、私は布団ふんってやったらすったいてゴロンって私の体にぶかかって寝る。めちゃーかわいい。でもなんか動物奇想天外ってすごい悲しい話がめっちゃ印象的だった。ちっちゃい頃見とって、お母さんライオンがご飯をこう何回もハンティングしようとして取れんとって、みんなガリガリに痩せ細っていた。
めっちゃ泣いてた。悲しい、野生の世界は厳しいなって思って、もうこのカメラマンご飯あげるよってめっちゃ思っとった。うん、カメラマン辛いでしょうね、あんなに野生細っとるのにあげられないなんて。これモルカーに出してもらえんやろうか、これぐるぐるメルカー。でででで、で次は何を作ろうかな。この辺で味変として海苔でも入れてみましょう。おいしい、塗り合う。しかし今年のねお花見の時期にはね、どんな情勢になってるでしょうね。去年もお花見とかあんまやってる場合じゃない感じで、来年はどうなるかなと思ってたら来年も続いてるとは思わなかったですね、去年の今頃。去年はさ、アマビエが流行ったじゃないですか。今年はなんか赤べこが結構流行ったらしいですよ。こう牛の頭がこうやってこうやってなんかねやるやつ。牛年やしね。メルカリにさ、もうモルカーが売られとった。でもなんか本物より不細工なモルカーみんなあれなの欲しいかねと思うじゃね。どうせ不細工なら自分で作ったモルカーがいいじゃんね。コメル、あ、コメル映ってなかった。コメル、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ニワトリさん、おいしいの蝶ありがとう。カルボナーラご飯めっちゃおいしかったです。作るのもね簡単だったので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。ロンちゃん、今日は何してたの？寝てたよ。そうだね、ロンはいつも寝ているね。じゃあみんなにお別れをしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中とみんなと生き物たちが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。じゃあ皆さん、コロナなど流行ってますので、うがい、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス、しっかり対策して毎日楽しく過ごしましょう。バイニャー。